うっす、どうも、はやさまさきです。今日はね、これ食べます。埼玉って書いてる、埼玉大宮、一度は食べたい名店の味、濃厚豚骨魚介ラーメン。僕ライブやったんですけれども、ライブ見に来てくれたお客様に差し入れてもらいました。あ、どうっす。じゃあ早速作りましょうか。中身こんな感じ。液体スープとふりかけ。OK。 5分待ちます。あ、液体スープ入れます。ふりかけ。 すんごい魚介の匂いするわこれ。いけ。あー、濃いわ。これは濃いな。ええ個性やな。じゃあいただきます。おう、なるほどなるほど。すごい魚介の風味がすごいです。すごい魚介の風味がすごいです。だしもすごい魚介の風味がすごいです。この濃厚さもすごいですわ。うん、すごいな。これは一瞬でなくなるわこれ。あったまりますわ。スープうまいな。すげえこだわってる感出てる。豚と魚を合わせたらこんなことなんねんな。それだけじゃないんやろうけど。なんでやろ、最後の最後のスープチャーハンの味してんけど。気のせいか。気のせいやな。いや、気のせいやな。完食。最後のチャーハンの味するってやつは世界で僕だけやと思います。はい、いやー、うまかった。うまかった、うまかった。ポカポカ。埼玉県埼玉市の有名店、のろし、の看板メニュー。動物系と魚介系をじっくり煮込んだ濃厚なダブルスープらしいですよ。うん、いや、そんな感じした。いや、差し入れありがとうございます。動画のネタにもなるし、すごい助かりましたし、めちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ってことでね、今回はのろし食べました。濃厚豚骨魚介ラーメン。すごい美味しかったです。ええ感じになりましたわ。体内？お腹。なあ、ごちそうさん。